そこまでだ。おとなしくしろ。お前たちの犯行は明白だ。さ、お縄を頂戴しろ。盗んだカバンをご婦人に返せば許してやってもいいぞ。あくまでも逃げようとするか。改心しないのならば私も容赦はしないぞ。はあ、団長。情けない。団長にこのような失態を見せるなど。いや病気などではない。私は至って健康だ。すまない、心配をかけてしまった。だが私はその、これは私なんて日なんだ。泥棒は捕まえられず、団長には腹の音を聞かれて、恥ずかしくて死にそうだ。いっそ殺してくれ。いや、それよりもこの失態、ナズナにだけは知られたくない。団長、どうかナズナにだけは黙っていてくれ。できれば七草乙女団のみんなにも。ダイエットなどするものか。これ以上ナズナとの胸部の格差が開いたら。で、そんなことはどうでもいい。私は好きで食事を抜いているわけではない。少々金が必要になっただけだ。私の家が貧乏ということは団長も知っているだろう。それはそうなのだが、そろそろ弟の誕生日が近くてな。欲しがっていたプレゼントを買ってやろうと思って。給金のほとんどは家に入れてしまっているから、残りは自分の金を使うしかないんだ。だが弟の喜ぶ顔を思い浮かべると、空腹も紛れるというものだ。むしろ満たされているんだ。そういうわけで私はこれで失礼する。私を待っている人がいるのでな。おはよう団長。いい朝だな。配達仕事の手伝いをしているところなんだ。これでなかなか足腰の鍛錬にもなるからバカにできない。大丈夫だ。これでもペース配分はしっかりと。今のは違う。朝だからまだ朝食をとっていないだけで。食事は本当にちゃんと食べたいと思っている。ただ忙しくて食べる暇がないんだ。フラワーナイトの任務と並行しているとつい忘れがちになってしまう。言っておくが、料理自体は得意なんだぞ。決して下手だったり物臭だったりするわけではない。貧乏だったから少ない食費でやりくりして腕を磨いてきた。お
金がなくたって美味しい料理は作れるし、工夫するのは楽しい。まあ先日の失態は本当に食費を抜いたんだが、弟の誕生日が近かったのでどうしても。まあもう二度としないさ。なんだそのパンは。私に施しをするとでも言うのか。言っただろ、別に貧しくて空腹なのではないと。確かにそれなら施しではないな。ではありがたくいただこう。感謝する。はっ。団長は私が貧乏でも同情はしないのだな。私が確かにそうかもしれない。優しい家族にも素敵な友にも恵まれたからな。フラワーナイトとして団長にも功績を認められている。私の努力を認めてくれるのは団長くらいのものだ。それは感謝している。あと半分このパンも。ナズナは親友ではない。あいつはライバルだ。あいつにだけは負けられないからな。それに七草乙女団のみんなにも負けていられない。ごちそうさま。私はそろそろ仕事に戻らせてもらおう。これでも結構忙しいんだ。それでは。例外で不作だと？嘘をつけ。今年のバナナオーシャンは天候に恵まれて豊作だった。品物を少なく見せて価値を上げているのだろう。私の目はごまかせんぞ。ほらあるじゃないか。これだけあるのだから3割引きでも売れるはずだ。違うか？違わないのならこれとこれとあとそこのやつをもらおうか。おう団長、こんなところで会うとは奇遇だな。先日はどうもありがとう。おかげで助かったよ。まあ覚えていないならいい。私にとってはとても嬉しかったことなんだ。あ、そうだ、それで思い出したぞ。団長、これをもらってくれ。礼というほどのものではないのだが。先日の朝に会った時、冷たい手をしていた。団長ともなれば外出も多いだろう。それに寒さは末端から来るというから温めておいた方がいい。まあ不格好かもしれないが。褒め言葉と受け取らせてもらうよ。こういうのは得意でな。よく弟たちの服を縫ったものだ。大半は私が自分で破いた服の修繕だが。おう、ナズナか。奇遇だな、こんなところで会うとは。買い物か？お茶ではないが、まあ買い物だな。限られた予算でなんとかやりくりしている。
買ったものをきちんと腐る前に使い切るのも必要な技能だがな。それはいいな。だが今度は負けないぞ。必ずお前よりも美味しい料理を作ってみせるからな。首を洗って待っていろ。張り合えるようなことなどないだ。油断ならないやつめ。それは、なんでもない。なんでもないからな、団長。